ただいまから環境委員会を開会いたします。議事に先立ち一言ご挨拶を申し上げます。去る3日の本会議におきまして環境委員長に選任されました古賀雄一郎でございます。公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じますので、委員の皆様方のご指導ご協力を賜りますようどうぞよろしくお願いを申し上げます。ただいまから理事の選任を行います。本委員会の理事の数は5名でございます。理事の選任につきましては先例により委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは理事に滝沢求君、三木徹君、清水隆之君および山下義樹君を指名いたします。なおあと1名の理事につきましては後日これを指名いたします。国勢調査および継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。本委員会は従来どおり環境および公害問題に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用決定いたします。なお、要求書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用決定いたします。委員派遣に関する件についてお諮りいたします。閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用取り計らいます。本日はこれにて散会いたします。